遊戯王特別試合 AR エキシビションを開始します。青コーナーよりカリスマデュエリストイバルバーの登場です。昨年に引き続きこのマスターが、AR デュエルの覇者となる。なるほど。だが残念ながら今年のチャンピオンは私がいただくぞ。まあ私はな、この私の去年のこの AR デュエルでカイザー海馬も破ってるからな。なるほど。イバルバーごとき敵ではない。違いを見せてやる。ではデュエルと行こうか。よし。さあ、では行くぞ。先行は私がもらう。お、先行取るだぞ。では、早速行こう。魔法カード、融合発動。いきなり融合。手札のエレメンタルヒーロー、フェザーマン、そしてバーストレディを、なんだと、素材に融合召喚だ。行くぞ。来い、エレメンタルヒーロー、フレアウィングマン。うわ、なんだ。おさあ、準備は万端だ。これでターンエンド、来るがいい。では、私のターンだ。ドロー。なるほど。では、私は手札から熟練の黒魔術師を召喚。ほうほう。なるほど。さあ、さらに行くぞ。手札からディメンションマジックを発動。おっと。熟練の黒魔術師をリリースし、現れよ、ブラックマジシャンガール。ほう、ブラックマジシャンガール。だが攻撃力が2000、まだ足りないんではないか。さらにディメンションマジックの効果で ID フィールドのモンスター一体破壊。何、エレメンタルヒーローフレームウィングマンを破壊だ。おのれマスター。うわーく、なかなかやるではないか。さすが元チャンピオンだ。さあ、ガラキになったイバルバー、バトルフェイス入るぞ。ブラックマジシャンガールでダイレクトアタック、攻撃力2000だと。2000ダメージだ。だがまだ2000残ってる。戦いはこれからだ。それでは私はターンエンドしよう。では行こう。私のターン、ドロー。いいカードが来たぞ。行くぞマスター。私はこのカードを召喚。現れろ、カードガンナー。カードガンナー。そしてカードガンナーの効果を使わせて、デッキからカードを3枚持ちに行く。そのカードの数かける500ポイントアップする。よって攻撃力が1900となるのだ。1900、まだブラックマジシャンガールの方が上だぞ。確かにそうだな。だがまだ私の手札が1枚ある。おここで魔法カードミラクルフュージョンを発動させてもらおう。ミラクルフュージョン。先ほどカードガンナーの効果で持ちにしてもらったスパーク、そしてフレイングウィングマンを素材に融合召喚だ。来い、エレメンタルヒーロー、シャイニングフレアウィングマン。これで約2500。だが2500だけではない。自身の効果のパワーアップにより、おカードは2枚、よって3100となるわけだ。3100、攻撃力どうだマスター。これはまずい、さすがに。ではバトルといかしてもらうか。まずはシャイニングフレアウィングマンでブラックマジシャンガールに攻撃だ。これは受けざるを得ない。食らうがいい。ブラックマジシャンガールを破壊される。さらにシャイニングラビーズマンには効果が一つ。効果、このモンスターが戦闘で破壊したモンスターの攻撃力分だけ、ま、お前にダメージだ。2000ダメージ。さらに食らうがいい。
削っていくぞ、ライフをね。残り900、まずい。残り900、カードガンナーの攻撃力が1900。終わりだな、行け、カードガンナー。しかし、その時、私は手札からクリボーを発動。何、手札からクリボーを捨てることで、その戦闘ダメージはゼロだ。ほう、なるほど。危ない。命拾いだ。私はこれでターンエンドだ。では私のターン、仕返すのドロー、来い。来たな、このカードが。来たな。手札からシャソセを発動。墓地のブラックマジシャンガールを対象に発動し、ブラックマジシャンガールの特殊召喚を叩いて現れよう。なんだ、だがまだ攻撃力が低いんだ。確かにフレア、シャイニングフレアウィングは倒せないな、それではさらに手札にあった光の5分ゲーム発動しようか。これはこれで3ターンの間イバロワには攻撃されない。なるほど、考えたな、マスター。さあバトルフェーズ、攻撃力の低くなったカードガンナーにブラックマジシャンガールでアタック。ダメージを受けてしまう。これで1600ダメージだ。ねえ、いや、だがここでカードガンナーの効果発動。お、破壊された時にデッキからカード1枚ドローする。ドロー、何が引ける。そして私はこのままターンエンドだ。ターンエンドか。では行こう、私のターン、ドロー。なるほど、だからこのターン光の武器の効果によって攻撃ができなくなってる。私はここではカードを1枚セットして、そこはターンエンドだ。よし、じゃあ私のターンだ。何かシャイニングフライウィングワンを打ち破る手を。なるほど、私は引いたカードをそのままセット。おっと、そしてターンエンドだ。なるほど、では行こう、私のターン、ドロー。これはいいカードだ。光の動きによって攻撃はできないが、装備魔法アサルトアーマーをし、シャイニングフレアウィングの装備、なるほど、攻撃力アップさせ戦闘の準備をしておこう。これではこれで3400だ。なるほど、ではこのままターンエンドだ。このままでは光の暴風圏が切れてしまう、私のターン、ドロー。うわ、来た、いいぞ、手札から魔導士の力を発動し、ブラックマジシャンガールに装備。魔法トラップの数かける500ポイントアップすることで、ブラックマジシャンガールの攻撃力は3500だ。さ、3500だと。シャイニングフレアウィンガーは3400。バトルフェーズ、ブラックマジシャンガールで攻撃。くっさせるか、トラップ発動。なになに、ヒーロー剣山。なんだと。手札からランダムに1枚選び、それがモンスターカードだった場合特殊召喚できる。私の手札は1枚のみ。つまりこのカード特殊召喚、来い、エレメンタルヒーローネオス。守備表示で特殊召喚だと。守備表示だ。盤面を固まらせるの。なるほど、では私はそのままブラックマジシャンガールで攻撃を続行するぞ。シャイニングフレアミンガーにアタックだ。ここは仕方あるまい。100ダメージ。受けてやろう、100のダメージをな。さあ残りイバルバーのライフは300。私はこのままターンエンドだ。このまま行くぞ、私のターン、ドロー。なるほど、ここはモンスターをセット。そのままターンエンドだ。なるほど、その時光の風景の効果が切れる。そして魔導士の力の効果でブラックマジシャンガールは攻撃力が3000に。私のターン、このまま押し切る。ドロー、来たぞ。なんだこれは、勝つぞ私は。何、手札から洗脳ブレインコントロールを勝つぞ。これは800ラインポイント支払い。エレメンタルヒーローネオスのコントロールを得る。バカな、ネオス。さあ守備表示だ。そしてそのネオスをそのまま攻撃表示。来るのか。さあ決めるぞ、マスター。バトルフェイズ、エレメンタルヒーローネオスでアタックだ。セットされたモンスターは羽根クリボー。羽根クリボー。残念だったな、マスター。ネオスで攻撃して戦闘破壊だ。仕方あるな。だが羽根クリボーが破壊された時にこのターン戦闘ダメージはゼロだ。なんだと、じゃあブラックマジシャンガールで攻撃してもしょうがないのか。その通り、それでは仕方がない、このままターンエンドだ。では行こう、ネオスは取り返したぞ。仕方がない、私のターン、ドロ
マスター、おこのデュエル私の勝ちだ。なんだと？召喚ネオスペーシアングランボールバトルするモンスターを手札に戻せる。つまりネオスの攻撃がそのまま通っても私の勝ちだな。ブラックマッシャンカードを手札に戻そうというのか。しかしその召喚待った。なんだトラップカード、黒魔族復活の棺発動。相手の召喚と無召喚に自由な発動してブラックマンシャンガールとクランボールを墓地を送る。おのれマスター、そしてデッキから現れよブラックマジシャン。ブラックマジシャン攻撃力が2500か。このまま攻められない。ターンエンドだ。よし、あのネオスさえ倒せれば私の勝ちだ。私のターン、ドロー。果たして倒せるかな。来たぞ、言われば手札から魔術の呪文書発動。ブラックマジシャンがブラックマジシャンに勝利。攻撃力が3200になる。3200、イバルバのライフは残り300だ。このまま私のバトルフェイス、ブラックマジシャンで攻撃。これでワールドチャンピオンシップ開幕だ。これは踊れマスター、勝者マスター、タイムアーク、私の勝ちだ。いいデュエルだったな。良きデュエルだ。次は必ず勝たせてもらう。また受けるぞ。